京阪350型電車は、かつて京阪電気鉄道が所有していた電車の位置形式。滋賀県を走る石山坂本線向けに製造された車両である。京阪大津線に残存していた旧型車両を置き換えるため製造された。車体は先に導入されていた260型や300型と同型で両開きの乗降扉が2箇所設置されていた。ただし、 工述のように機器の関係上定期運用は、石山坂本線に限定されたことから、260型や300型と、異なり塗装は製造当初から、車体の上半分が若草色、下半分が青緑色の一般色であった。運転台は351から355が、両運転台、356から361が、片運転台であった。台車や主要機器は、 京阪線最後の木造電車として1967年まで使用されていた800型のものを流用した。この形式はもともと石山坂本線の前身の一つである、琵琶湖鉄道機線が1927年の開業時に導入した100系電車であり、全長15メートル級という当時の道路線では、大型車体であったことが、あだとなり、1929年の京阪、 電気鉄道への吸収合併後、車両番号の変更を経て、同年から1940年にかけて、京阪線へ転属した経営機を持つ。12両が製造されたが、807が1946年に脱線事故で廃車されたため、機器を流用した350型は11両が作られた。主電動機は 82kW で、1台の台車につき1機が搭載されていた。 そのため260型や300型に比べ出力値が低かったことに加え、制動装置に発電ブレーキが備わっていなかったため、平洋軌道や急勾配を有する京神線への旅客列車としての入線はできず、800型の当初の導入先であった石山坂本線のみの運用となった。1966年から翌1967年にかけて製造され、 石山坂本線に残っていた旧型電車は置き換えた。営業開始当初、石山坂本線の一部列車は単行運転を実施しており、350型の両運転台車も使用された。しかし、1970年8月に終電装置がそれまでのポールからパンタグラフに変更されたことを機に352から355は製造当初から、 片運転台であった車両とともに二両編成を組み、1975年、1982年に、連結面側の運転台撤去工事を行った。また、1983年には、全消灯のシールドビームに投下、貫通ホロの撤去、貫通扉下部の通風口設置などの改造を受けた。一方、余った351はその後も、両運転台のまま残存し、 前述の全面部の改造も行われず、原型を保ったまま、西寄折車庫の入れ替え用や、故障時の予備車として使用された。ただし制御装置については、他社と共に1971年に、それまでの電空化無軸式から、電動化無軸式に変更された。大津線では1997年10月12日に、実施された、軽神線の部分廃止及び、 京都市営地下鉄東西線への肩乗り入れに合わせて全線の昇圧工事を実施したが、それに先駆け昇圧に備えた新型車両として700型が導入されることとなった。この形式に採用された制動装置は従来の非常直通ブレーキではなく全電気指令式電磁直通ブレーキであったことから乗務員の習熟訓練用に351が用いられ、 制造装置の HRD-1A の交換が実施された。その後、1994年に行われた西木織車庫の改築の結果、スペース上の関係から351は同年中に廃車、解体された。一方、700系の製造にあたって、石山坂本線専用車であったことから運用に、支障をきたしていた350型の車体が用いられることとなり、 主車となった358から361は1992年に廃車された。残りの6両については、以降も石山坂本線で運用についたが、700系の導入が完了した1993年以降は、朝夕のラッシュ時のみの使用となった。また、西寄り車庫改築期間中の検査は、京進線の忍宮車庫で実施されたため、係員が転乗した上で、 回送列車として、京進線を走行した。大津線の全線昇圧によりこれらの車両も廃車され、350型は、形式消滅した。352から355の4両は、部分廃止された旧区上山駅で解体された一方、浜大津駅の側線に356.357が留置されたが、2002年に解体された。その際に搬出された357の、 運転台機器については、大津市歴史博物館へ寄贈されている。ありがとうございます。